が、そのあれ、左右の動きが揃ってきてもらえないと。だから、僕、正常な感じになってきて、精神的にも乱れにくくなってきて。どう考えてますか？考えてること。今日は、安定してる感じで。うん、その人の姿、その人のことは浮かんでます、うん、浮かんでるのは浮かぶよ。浮かぶけどね、まあ、顔が見えたらね、うん、顔がそんなにきつい怖い顔してないとかね、すごく普通の顔してるとか、ちょっと笑ってるとか微笑んでるとかね、そんなのに変わってくる。他の場面考えて、その時のその人の他の場面を考えてみて、出てくるか出てくるか。もう知ってる。出ちゃう。出てけへんやろ。そうやね。他の場面考えようが出てけへんの。何だったかなーって感じ。もっと他考えて。それも出てない、うん、頭の中にすごい落ち着いた動くし、だから心を乱されるようなことは頭の中に入ってない、出てきて、ちょっとぼやけてきたよ。そんなことない。ぼやけてるというか、ところどころしかないとか、うん、あの全部がピシッと揃ってないとか、嫌やなって思ったことより、うん、こういうところ、この人のこういうとこいいなって思った時のイメージがあります。ああ、いいことです。あなたの中でちょっと 見方がちょっとだけ変わってきてるの。嫌なところは嫌なところって言うと、いわゆるかってことは見えなかった。でもこういう状態の方があなたにとっては精神的にはすごい落ち着いてないと。そのどういうか、もうゼロにしてしまうんじゃなくて、うん、いやゼロにはなれへんけどね、はあ、記憶やから絶対残ってんねんけど、はあ、10があったら嫌なところもいっぱいあるやん、はあ、7とか8ぐらい嫌なところあんねん、はあ、1か2とか今はまあ嫌でもないところがあるねん、はあ、嫌でもないところだけが残ってるわけ。ええとことかいいところとか嫌でもないようなところな、どっちでも構わないというようなところだけが残っている記憶として、だから自分のうちの記憶が1か2かそこらに残って3とか、そうだ、7とか8とか消えてしまっているからもう分かれへんねん今考えても、そんな感じだ。だからこんなふうにしていくといろんな記憶を全部こんなふうな状態にしてしまうと、記憶自体は悪いんやけど嫌な部分が全部消えてしまっているから、ああ別に考えても何でもない感じなんだ。でも普通ストレスというのは、あの1年だとか10年だとかそのことを考えるとやっぱり嫌な気分なんだよな、うん、でもこうやって取ってしまうと10年後にまたそのことを考えたら記憶は残ってんねんけど、ああんなことがあったな、それはどうしたそれでおしまいってな感じなんだ、うん、悪いってこと、うん、だからそんな感じで物語が全部最初から最後まで完結せえへんねんな、取ってしまうと物語の最初があって途中がポツンとあって愛を終わりにっていう感じなの。それがどうしたの、抜けてしまうね、間がだからその体に悪い影響を与える部分だけは抜けてしまうね。不思議と不思議じゃない、それかな、うん、だからあなたの体にはこの記憶は何にも悪い影響を与えないということ。だからそれをここの頭触ってるけど、頭触ってる親指の動きで見てるね今。うん、だからあなたが、あこれが悪い、あの、まあ、ストレスやろうなと思うようなことを考えたら、いっぺん乱れてくるね、うん、この動きが。うん、だからそれにとって、あ今考えてるなって言う、先言うたやろ、うん、それもそれにとって言うたやろ、でちょっと落ち着いてきたやろって言ったのも、指の動きを見とって、頭の方の動きを見とって言うたやろ、うんうん、まあ、そんな感じ。今めすごい落ち着いてるんですよ。うん、落ち着いてる。何もないわ。うん、もうすぐにそんなもんやん、不思議と。不
一つだけ、まあ、取ったみたいな思ってるんだけど、一つ取れたら他のものも取れてるんだよ、同じように、うん、だから全部が全部思い出されへんから、思い出さなくても一個だけ思い出したらそれと同じように他のも取れてしまう。でもこれからもね、うん、まあ、しょっちゅう、まあ、会うまでいかへんけど、見かけるというか、うん、見かけてもあなたはそんなにその人見ても嫌な感じがない。普通やったら見たら嫌なんだやろ、はい、嫌な自分また思い出すやん、はい、思い出すやん、だからやってみたら分かるんですよ。で相手が、うん、まあ、自分に対して、うん、もうポジティブな感情っていうのが、うん、持つっていうことがもう、にもうないんちゃうかなって。 あります、残念ながら。それはあなたに、あなたから相手に与えてる影響があるから、あなたから相手に与えてる影響は変わんない。だから相手はもうポジティブな影響、あのポジティブな考え方に変わるかもわからない。今までネガティブやったらポジティブに変わる。うん、とにかく変わる。変化はある。はい、間違いなしだろう。それはもうここで何百人が何千人も取ってるさらに分かんないけど、みんなものすごく今までご主人に対して逆らったこと一回もなかったんやけど、奥さんのストレスかなってことは、奥さんすごい変わってきたら、奥さんはポーンとあのご主人にその意見するようなこと言って、そしたらもうご主人もびっくりしてから、あのそこからご主人がガラッと変わった。そうなんですか、うん、だからすごい変わる。あなたが変わったら周りに、あなたの周りが変わったらいい方に変わる。最初すごいポジティブな感情、うんうん、お互い持ってて、もうお互いってちょっと相手の気持ちまで知らないですけど、まあ私はそういうふうに思ってたんですよ。で尊敬とか憧れの気持ちとかもあって、なんかそれがなんかちょっといろんな面が見えてきて、なんかそういう表情とか、また変わる、それは変わる、また思うように変わる。まあこんな人やったんかみたいな。違う違う、そうじゃない、たまたまあなたからの影響を受けてそんな風になっただけのことで、あなたの影響が変化すれば相手ももちろん変化しよう。その人が別になんか悪かったわけじゃない、君は悪い人やったとか、そんなんじゃない、そんなんじゃない、うん、たまたまあなたと の絡みの中でそうなっただけのことで、あなたがまた変わってきたら相手も当然変わる。大丈夫で、今のその話じゃないけど、うん、まあ、自分にとったら尊敬の対象とかも憧れの対象やったから、こうおとなしくしてたっていうか、うん、だからそれが今回はそうじゃなかったんやろ、うん、だからあなたの態度が変わったから相手が変わっただけ。あなたがまだそういうふうに尊敬の念が出てきたとして、表面じゃなし尊敬の念が出てきて、本当に出てきたら相手はまだ